あんなく当、まあ、生かす感じでもないけどねなんかこう、うん、何でも拾うさんまさんは安心なんだろ、ね、うね、ん、子供やっぱあっぱれさんま大先生やってたらじゃやっぱ子供に対してのこの、ねうん、印象がいい,、ね、いいねいいね、うん、確かあのトンネルズとか やっぱ家族で見てるときにヒヤヒヤしたもんなぁ。おならじゃないのよとか言われて、あの時俺ちょっと辛かったからね。最初意味わかんなかったけど、やっぱ家族で見てるとシーンとなるじゃない。それからちょっと意識して、何だったんだろうってことで学校で押せって、わーってなるもんあれ。ああいうのはゴールデンで言ってほしくない。うん。そうだね。ドリフもそうだしね。 おっぱいとかね、出てくるから。確かに、さんまさん一番そういう意味では確かないよ。そうだね。やっぱすごい人だね。子供はちゃんと見て、いいっていう。すごい。ラジオでも琉球の暴れ眼鏡。え、小木さん、八木さん、小舗さん、こんばんは。変なルールですが、我が家ではカレーにピーマンを入れます。なる転勤して今は岐阜にいますが、周りの人に話すと絶対に入れないそうです。なんか調べてみると、地元の 沖縄はピーマンを入れるようです。給食にも入っていたので、うん、普通だと思ってました。うん、カレーにピーマン入れますか入れない。入れない。入れない。まあ、入ってることないね。うーん、嫌だねあい。カレー,ー。あんま緑色のものが入ってほしくない気がするわ。わあの、茶色の中に。でも入ってるのはダメだ。あ、ああいうさ、タイっぽいさ、カレー味わ入ってる、ね スープカレーとかに入ってます。入ってるかも。で、美味しいよね。美味しいです。合う。結構ね。美味しい。合う合う。そう。だから合うんだと思います、多分。だからあっち側の南国の方は、それが普通なんだ。そうか、沖縄だからだからもう、ほら、あっち側じゃちょっとね。南国だから。うん。体を冷やすなんかあんのかな、そういう。ピーマン。ピーマンってね。あるんですか。あうん。そうか。そう。 カレーが冷やすものだけでだから今こういう話をしてて、本当に、あの、人に言われて気づくことがあるんだよ、多分。俺が例えば家のカレー、何入ってたって言われて、普通に答えて、えって、なることがあるから一応言ってみた方がいいんじゃないん何入ってたうち、でも本当普通だな玉ねぎ。 人参でしょ肉は絶対に、え豚。豚。菓牛。カレー。牛ね。チキンじゃないな。絶対にって言った場合どっちからだろうそう、まあまあでもどっちからだな。なんだろうね、ヨーグルトとかでしょだからそういうものだよね。野菜で変なものって、具ではなかなか トマトとかはもう普通だもんね、今となったらね。ああ。そういう時もあったチクわチクわチクワ絶対入れない。ああ。気持ち悪い。じゃあ、うちだけか。わかってんだろ、それだって。絶対おかしいって。チクワ、うちだけか。チクワ。大根は大根なんか入るわけないだろ。ああ。カレーに。じゃあ、うちだけか。でも、カレーに大根うまそうじゃん、なんか。ええ、桃入れるでしょ 桃、<laughs> 桃,桃だって、絶対入れないよ、なんて。入れないの入れないよ、んだもん。じゃあ、うちだけ。<laughs> <laughs> 木曜ジャンク、おぎィアハのメガネビー も中に俺はご飯食べた時には、えー、牛乳をね絶対飲んだんだけど、うん、特に、うん、カレーあそれは結構当たり前カレーと牛乳当たり前当たり前じゃんね、まあ、でも、まあ、え当たり前近い,近い水でしょ<の>めっちゃくちゃ合うよカレーに牛乳っていうかラッシーみたいな感じです、ね、あっホだほら見ろらラッシーだほらインドカレーのカレーと牛乳ってめっちゃくちゃ合うのよ まあ、ていうか、俺はな、唯一、俺どんな時でも夕飯は牛乳なのね。どんな時でもだから何でも合うんだけど、ただ、お刺身だけ合わなかった。そうね、気持ち悪いね、なんか。あの、牛乳ご飯がお刺身とかそういう時は、なんか牛乳合わなかったけど、なんかさ、ああいう食べ物と一緒に飲み物がある時って、あの、流しちゃうでしょ、口の中で。うん。口にまだ入ってんのに、牛乳飲むよ。飲む全部合う まあ、まあ、刺身はさすがに合わないのはわかるわ。刺身は合わなかったっていうのはあるんだけど、うん、あとは、まあ、豚の生姜焼きだって合うし、ああ、合うかね。まあ、生姜、どう合うし、豚カツだって合うし、魚のね、んなんか味のも合うし、まあ、ご飯とまず合うからね、うん、言って、俺の中では。 お米と。お米とか。でもさ、グラタンを考えてよ。まあね、クリームソース的になったね。そうクリームソースですね。ただみんな、それは俺だけよ。あの、うちの親もお姉ちゃんも家族全員、そんなことはしないんだけど、俺だけ、必ずご飯と牛乳は一緒に食べるの。はぁ。俺絶対お茶だったもんな。いやでしょだからまあ、それは普通じゃん。うん。もうあの、なんか飲み物、ほら、コーラとかもうちあったでしょあ、それは考えられないもん。 俺もなんか常に、ご飯とか何かにこれ、一緒にした時に、例えば肉でも、何でもおしんこでもいいんだけどさ、そこにお茶かけても飲めるもの口に入るものああって言うよね。そう、それで考えた全部。そしたら牛乳あるじゃん。牛乳はちょっとなだって全部牛乳は、そう。だってお、お米に牛乳かけてチンしたら、うん、あ、そう。何、ドリアンドリアン。ド僕はなんか。いけるよね。 ドリアを作ったことないからだろうね、俺、多分。気持ち悪いのは。ああ<ー>。あれなんかもう出来上がったものを食べてるから。カレーと牛乳なんてクリームシチューと一緒だよ。クリームシチュー。カレーがクリームシチューになるようなもんだよ。クリームシチューになるものなるようなものだろ牛乳。でもカレー粉が入っちゃってるじゃない、そこには。いや、マジ合うんだって。牛乳好き 嫌い。こ <laughs> そこだ好きじゃねえか。<laughs> あれそこだった。牛乳嫌いダメ。だかなそれダメよ。だからはなそれを食 <laughs> それダメ。もう無理でなんだなんだ。それ無理です。嫌いだからか、俺、ええ。無理なんです。もう無理です。えー、ラジオネーム、たなしたろ。 我が家ではお風呂に入りたい時間をリビングにある小さなホワイトボードに記入するというルールがありました。昔僕と妹がお風呂に入る時間をめぐって喧嘩したことからこのルールができました。ホワイトボードがんへえ。でも楽しそうだね。ホワイトボード。いいよね。時間かくの。子供とかだったら俺やりたいもんね。楽しい。お風呂はくたよ。楽しい。楽しいよ。いいじゃいいルールじゃんね。そうやって買おうかな。買いなよ。ねなんか楽しそう娘とか。 アンジェリーナ・ジョリコ。小木さん、矢ぎさん、小物店さん、こんばんは。矢ぎさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あそうだ、誕生日だ。うちの変なルールは、玄関に靴を置いてはいけないということです。うん、靴は下駄箱に入れるか、<え>裏の玄関に持っていくかしないと、父が激怒します。うん、父は小学校の先生で、うん、家庭訪問に行くので、玄関にその家の全てが現れると思っているらしく、うんうん、なぜかこだわっていて、靴についてだけは非常に厳しいのです。うん、素晴らしい、うん へえ。いやー、これ素晴らしい。素晴らしい。玄関に、えー、なんだっけすべてが現れる。全然わかってる,る,ってるじゃん。<laughs> そんな難しいあれじゃない。<然>れは素晴らしい。その通り。<ー> <laughs> <laughs> その通り。通り玄関が汚いのは、絶対その家は、ダメ。うん <laughs> だと俺はってよく言うよね。うん。やっぱね、玄関大事だってね。俺、靴すげえ出しっぱなしだけど。うん、も出しっぱなし。だから、いつも、これ良くないんだよなーって、思ってんの。わかるわかる。そう思ってんの。思ってんの。一番有名だもんね、やっぱ玄関はなんか、悪いと、汚くするとダメだってね。だよね。うん、が入ってるからね。なるね。だから、絶対綺麗にした方がいいじゃん。そう。確かに、顔だもん、その家の。 それを、一番最初に入ると。顔洗ってやいと一緒だよ。そうですね。それは良くないね。良、うん、くないよ。それはダメだ。このお父さんいい、素晴らしいお父さんじゃないか。さすが先生だよ、小学校の俺。俺だって家に置かないんだもう、うん。う帰ったらやるよ。<laughs> じゃあ、秘書はい。